渡部です。こんにちは、徳丸です。今日は家の中でできるやつまた行こうと思いますよ。おー、俺これ高校の時にね、部室でやってて結構ね、お前うぜえよって言われたやつやります。そんな過去あったんだね。だからね、ハマっちゃったの。やってたのはよくこうやってたんですよ。おー、これをバックスピンでやたらとこうやってて、はい、先輩と一緒にいてもずっと俺こうやってたから何やってんのって言われたって。いや、なんか上手くなりたい一心だし、あと物質でボールなんか叩きつけて怒られそうだから、あ、なんとなくこうやってで、これで上に上げると、おー、めっちゃ上がる、ひょいもう一回のひょいっていう話ですね。すごい、伊達にね、軽くね、惹かれながらもやってた、うざいよって言われても、そうかなと思ってやってた。そこでやめないっていうね。先輩に言われてやめてないから、そこでね。まあいいからみたいな、別に害ないしみたいなね。まあ簡単に言うと、これももで2回触るんですよ。はい、ももで2回、これ誰だじゃない、あのロナウド、ブラジル代表のロナウドとクリスチャルロナウドもやってた。ダブルロナウドがやっててね、最後に俺がやってるっていう、あ、俺が先かもしんねえな。しょうがねえ、俺だってこれ自分で発明したと思ってやってたから、これね。そうなんですか。そうなんですよ、誰にも教わってないわそんなの。俺結構俺初の多いよ。そうなんですね。俺初はこの間やってた、これも俺初。ああ、それそうですよね。これ矢田部オリジナルなんですよ。難しい、違うんだよな。だからこれもなんか、俺だって高校の時バカだな、アゴヘッドとか言って、アゴでこうやってヘディングしてる、こうやってな、めっちゃ脳みそ揺れるじゃんって。でも絶対何か新しいものを生み出したら、多分なんかやっていけるんじゃないかと思って、こうやってたもん、アゴヘッド投げて投げてって、こうやって投げて、こうやってやってたもん。これうまいでしょ、うまいよね、アゴヘッド、こうやってやってたんだよ。バカですね。まあでもこれはでも普通にやってるの見て俺興奮した、俺もやってるみたいなね。でこれのねコツね、いきます。まずこれボールって自然とね、地球にいる限り転がるんですよ。だからまあコロコロっと転がる、ここはいいんだよ。でこっから先なんだよ、足をひょいってやると、ほらここひょいって、こう足ももが上がる感じ、上がるかな、はい、ここなんだよね。おー、ダブルタッチになるんですよ、この要領で。今のすねも一緒ね、すねも転がってって上げて引っ掛けてるでしょ。だからこれをももで、うまいっすね、上がったね。だから俺としてはボールをこうやってきた時に、これはどうやって使おうと思ったかっていうの、ボールちょうだい、ももに投げて、こうやって抜くみたいな。待って、もう一回こっちが立ってくれる、はい、パスもらった時にこれで抜けるんじゃねえかなみたいな。ああ、なるほどなるほど。勝手に思って妄想のね、ゆえにやってたんですよ。なるほど、うん、バカだったんでしょうね。なんかよっぽどストレスあったのかな。なんかね、とにかくこう触ってたいというか、触ってたらなんかいいことあるんじゃねえかと思って、先輩とするんで、ちょっとね、物質ながらでちょっとこれ矢田部来いって言われても、俺はいって言って、こうやって、今思うとバカにしてんのかなと思われて、おかしくないね。こうやって言ったら最悪だ。俺やたらこうやって話聞きな、こうやってだから、こうやって聞く気ない。今思うとダメだよねこれね。ダメですね。俺よくやってたな今思うと。変なやつですね。変なやつですね。俺これでは殴られなかったから、まあ大丈夫だったんだな、きっとな、セーフなんですね。だからこれを家でやってみる、ね、それ以外なんか役に立つのって言ったら、立ちません。立たないんだけど、役には立たないよ。でもなんかとりあえずおおって言ってもらえるよ。あー、確かに大事でしょ。だからこれ一発芸というか、なんかね、やれって言われたら、こうやって終わりっていう感じですね、はい、かっこいいでしょってね。徳丸さんがいくら奇抜なことしようが、俺だってと思った時にこういうのできると、なんかちょっと
やった感が出ると。やった感、はい、ね、役に立つところはないんだけど、はい、人よりこいつボール触ってんだなっていうふうにはなります。雰囲気になりますね。雰囲気ね。まあそもそもブラジルとかだとね、リフティングっていうのはあんまりみんなやってなくて、あれどっちかっていうと、ただのパフォーマンスなんだって。監督コーチをアピールするための言葉でリフティングってのが言うんだって。要するに、俺いいもん持ってますっていうね。そういうことだった。そういうことだったらしいよ。だからブラジル人ね、やべっち FC とかでそこまですごい奇抜なことやる人ほとんどいない。ネイマールと ロナウジーはちょっとね、行き過ぎ。あれ特殊な例ね。そうですね。基本的にそんな、え、ブラジル人の選手すげえことやるのかなと思ったら、え、そんなもんっていうのやべっちゃう人多かったよね。ああ、そうですね。でしょ。だから別にそこまでじゃないよ。だからあんまね、ここで言うことじゃないんだけども、はい、リフティング上手すぎるイコールサッカー下手だっていう感じの話まであったぐらいなんですよ。まあそうですね。ね、そればっかやってたらダメだって、はい、セレクションもリフティングが何万回できてもダメなんですよ、うん、結構これ大事本当にね。あの受験勉強ね、円周率ね、俺50桁言えるにもかかわらず落ちました。納得するでしょ。リフティングも同じです、はい、ね、まあでもこういうね時期だからこそ、とにかくボール触ってたいっていう、あの頃の俺は触ってたかったの、とにかく。なるほど。もうしょうがなかったんだよ。ね、無邪気ですね。無邪気というか、それぐらいやってないとここでは生き残れないというか、居場所がなかったんだよ、下手くそすぎて。なるほど。あ、だからね、自分なりに結論として触ってりゃいいだろうで、ずっとこうやってた、はい、バカなのかなみたいなね。まあ人に迷惑かけないですからね。かけないつもりが、実際目でビジュアル的にうざいよ。ビジュアル一枚でやるからですよ。まあね、でもね、軽くね、こうやってね、でも今となってこうやって、ね、上手くなってるじゃん。上手いですね。うまいっすよね、はい、まあこういった動きもまあありなのかなと、うん、おかげさまで今何でもできるようになりました、はい、ね、あれから二十数年ね、まだやってますね、うん、スパイクまさかこの年まで履いてると思わなかったんだけど、皆さんやってください。やってください、ね、こんな時期だからこそぜひね、ボール蹴って触って、遊んでほしいと思います、はい、ということでチャンネル登録お願いします。